ただいまより第8試合トリプルセミファイナル54キロ契約3分3ラウンド両選手入場です。はじめに青コーナーより田口寛太選手の入場です。美のいずる国の歌で行さん踊りよし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 。これより第8試合本日のトリプルセミファイナル54キロ契約3分3ラウンドを行います。赤コーナーロイヤルキングス所属 MA 日本バンタム級王者キングたけし選手には激励賞が届いております。青コーナー県政塾所属 ABW バンタム級王者アクセルバンタム級王者田口田口選手の激励賞が届いております。
レフリー篠原。なおこの試合は3ラウンド終了時引き分けの場合、延長1ラウンドマスト判定により勝敗が決められます。セット。Oh,
そうそう、いいね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 、い
終了。これより判定に入ります。なおこの試合は引き分けの場合1ラウンドの延長マスト判定がございます。採点の結果をお伝えします。ジャッジ三沢30対30ドロー。ジャッジ混合30対28赤金。ジャッジ宮本29対29ドロー。以上両者ともに規定の2票に達しなかったため、この試合は延長戦となります。この試合は延長ラウンド1ラウンドマスト判定、必ずどちらかが勝利することになります。
終了。これより判定に入ります。採点の結果をお伝えします。ジャッジ宮本10対9、赤キングたけし。ジャッジ近藤10対9、赤キングたけし。ジャッジ三坂10対9、赤キングたけし。以上3対0をもちまして、勝者赤コーナーキングたけし。キングたけし選手には勝利者トロフィーがアーネスト・ホースト・ジム・ジャパン代表土井勝春より贈られます。また勝利者賞が株式会社キューティー様より贈られます。それではまたしても激闘を勝ち抜いていただきましたキングたけし選手にお越しいただきました。今のお気持ちお聞かせください。皆さんありがとうございます。皆さんの応援のおかげで勝ちました。ありがとうございます。また団体のチャンピオンということもあって、かなり今日はいつも以上に気合い入ってたように思ったんですけれども。そうですね、もっと、やりやすいなと思ったんですけど、さすがでした。もうすごいと思います。たけし選手ありがとうございます。さあ、そしてですね、キングたけし選手、対戦相手田淵選手、ものすごい強豪だったんですが、本日勝利して、キングたけし選手、今回僕の中で査定試合にしておりました。彼は高台現ホーストカップスーパーフライ級王者、高台選手にも大阪大会で勝利した大崎和樹選手の接戦を演じまして、また大崎浩輝選手とも2度にわたる死闘を演じた国本雅之選手にもキングたけし選手勝利しております。よって今回の勝利をもって6月14日エディオンアリーナ大阪にて行われるホーストカップ大阪大会にて、現ホーストカップスーパーフライ級王者高台選手と対戦していただくことが決定いたしました。高台選手、リングにお願いいたします。では、現王者、高台選手、一言お願いいたします。こんにちは、森川道場の高台です。キングたけし選手、おめでとうございます。ありがとうございます。僕は、6月に向けて、しっかり挑戦して、チャンピオンとして実力差を見せて、勝利することだけだと思っているんで、皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。続いてチャレンジャーとなるキング選手に一言お願いします。ロイヤルキングスのキングたけしです。高台選手になってはもう本当に及川先生が作り上げた最高傑作ということで、リスペクトしかないです。でも僕も後輩さんに、響きいじめられて戸塚ヨットスクールみたいなことになってるので、体は完全に強いと思います。高台選手、そして6月皆さん応援してください。はい、それではお二人、まず記念撮影をお願いいたします。
OK ですね。はい、それではキング選手おめでとうございました。6月14日皆様ご期待ください。